Let's fight like gentlemen. Into the heat of battle. Go for it. ツイッターすらフォローしてないので、なるほど。ライさんに LINE して、あ、うまい。さあ酔っ払いが出ちゃって中足。当日の人数次第だし、開始時間考えるの大変そうですね。うん、何の話だろう。その明日のドライさんのやつかな。あ、柿の種さんもいけるんですね。駒さんも近いんじゃないの。あー、東西、あ、東西線の話ね、山田さん。なるほどなるほど。あ、確かにちょっとだいぶ想定より多かった。15分もかかる。ドライさんに会うの15分はちょっとかかりすぎか。あー、格ゲーマーの時間管理は難しい。確かに。この間のスト2東西線も、あー、なんかスト2ね見ましたけど、めっちゃ多いですよ。この2倍ですもんね。66人だったらさすがに何時スタートだろうな。9時前スタートだな。66人ってバーサスそもそも入るんですか。まあでっかい大会とかやったときね、100人ぐらいあったんでね。店の中に100人いるとマジ多いなって感じですよね。66人をどうやって入れたんだ。確かに。まず66人を出します。通常営業だと厳しそうですけど、筐体どけ、いや、通常営業ですよ。小木スタートだね。わちゃ、さあミスってしまった。うわ、勝て、ナイスガードですね。あなた、後ろのスロットの椅子とか、いや、もうスロットないんで、まあでも普通に椅子はね結構どけるね。椅子はもう結構どけちゃう。筐体も外に出せばいいんですね。筐体は
出さなかった気するけどな。見えない。ヒコニャンも藤井行ってあげて。ドライさんのためにチャット勢の力、みんなが力を合わせてる。飲み屋に行ってもらえばいいのでは。てかそのドライさん行くっていう話だけどさ、そんなゲーセンでずっとゲームするほど時間取れんのかな。団員戦の看板とかもないですね。ガンダムしまっちまえばもっと入るよ。え、じゃあムルムルさん家に運べばいいのかな。ムルムルさん持ちでいける？筐体10個。火曜日ややさんとか駒田さんいたお。ああ、ややさんはたまに見たことあるけど、コモダさんはここでは久しく見てないな。筐体2台置いたら寝る場所なくなる。いや2じゃないよ、10は置かないとね。おー、それはお上手だね。バレバレですね。バレてんだよと言わんばかりの鉄山。写真撮っておけば、そうですね。筐体に突っ伏して寝ればいいのでは。筐体をまず積み木みたいに立てて。橋さん、サードの剣は対空技は基本何を使えばいいでしょうか。基本か。昇竜拳系だったら中昇竜とかですかね。まあなんかね、あんまやってなくて、昇竜なんかダッシュでくぐれるんだったらダッシュでくぐるのがまあいいとは思うんですけど、丸いですけど、まあ難しいよ、昇竜拳の方が楽だよっていうんだったら中昇竜ですかね。あとは先読みで EX 竜巻です。当たればラウンド取れるかも。ブロして投げるか技出すならコパンかアッパーとかじゃダメなのかな。まあ、ブロッキングは同義したくないね、あんまり難しいよ。いや、ブロッキングするんだったら中足昇竜ぐらい入れたいよねみたいな感じ。技出すならコパンとかアッパー。コパン、まあアッパーはまだいいのかな。アッパーはまだいいかもしれないですけど、コパンはね、普通の飛び込みに負けまくります。筐体寝かしてその上に寝ればいいのか。背中痛そう。あ、そうなんだ。柿の種さんは最近レバーレス勢なんですね。中足も確定させる必要あるし、ワンブロ昇竜ダメだよ。ワンブロ昇竜はもっとむずいですよ。誰もできてない技術ですね、対空ワンブロ昇竜は。
柿の種さんも石川勢なんかね、石川か分かんないですけど明日行こうかなってさっき書かれてましたよね。喋ってるの柏さんなんですか。柏さんです。サードって波動拳打ってるのあんま見ないですけど打つ意味ないんですか。ないは言い過ぎだけど多芸ほどの恩恵は受けづらいよね。まあ強い組み合わせとか強い場面はありますよ。その竜と豪輝は特に、剣はちょっとあれだけど。インドラ橋の練習